ざみわさび。焼いてるみ。お母さん、お客様。なぜ焼肉屋やろう。もともとお客さんで来てまして、大将がお肉をさばいてる姿、接客してる姿がものすごく楽しそうにやって、そこに憧れてこの世界に入らせてもらいました。やっぱ人と人のつながりを大事に、お客さんの笑顔が見れるお店にしていきたいと思います。僕にとって肉とは、皆さんの元気であり、皆さんの笑顔であると思っています。ありがとうございました。おいしいでーす。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、刻みわさび。